韓国空軍ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプの導入を進め40機を保有しているよ。ただ、アメリカと敵対するイランの国営放送であるイランイスラム共和国放送が開設したニュースサイト、ファーズトゥデイが2022年10月8日に配信した記事によれば、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったとして批判したと報じたぜ。今回はそんな韓国が F-35 戦闘機の欠陥を指摘した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、パーズトゥデイはさらに、この議員が与党である国民の力の新温宿議員であることを明らかにして、同議員が取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回の緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしていると述べたとして、韓国では去る5月に F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止されました。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望していると述べたと結び、審議員が2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたとも報じたよ。パーズトゥデイがイランのメディアであることから考えて、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生していることは事実だね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、1機に操縦電子系統の異常が発生して3機の降着装置車輪すべてが作動しなくなり、中西南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である瑞山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して無事に着陸を果たしたぜ。韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見られないとして、同空軍のパイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した基地消防隊の迅速かつ、正確な措置のおかげであると自画自賛の発表をしたな。その上で韓国空軍は、今回の降着装置の故障について、F-35 の事故としては初めてのケースであるため製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社の協力を仰ぎ原因を調査するとして、それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、韓国与党議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったものとみられているらしい。この事故の原因については後日、バードストライクが原因であることが明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突してその衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことによって、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したためであることが分かったよ。このことについて2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体について、損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまっていると判明され、修理にかかる費用について製造元のロッキード・マーティンからは1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額については新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近いものであり、韓国側からはこの機体を修理せずそのまま廃棄処分として訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に充てるなどが検討されているというね。
韓国の共食い整備は F-35 だけに止まらず F-15 系などの他の戦闘機や航空機においても広く実施されていることは知られているんだけど、実は韓国には F-35 の運用においてそうせざるを得ない理由があるみたい。F-35 の修理やメンテナンス、特に胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ軍の極秘事項であるために、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の3カ所しか設置されていないな。韓国に最も近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工に設けられた MRO&U であるが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってからというもの、その露骨な反日姿勢によってそれまで両国政府によって話し合いですでに解決済みであった徴用工問題を蒸し返され、また韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否しているぜ。そのため胴体着陸で損傷した機体を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させると思われるけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたとされ、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新規で1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったんだよね。今回のイランのメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを行って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があるのではないかとの見方も出ているみたい。2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際に、F-15 系の製造元であるボーイング社が、ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。これについてはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの憶測が流れ、これについては明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他にさらに20機を購入する予定としていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのではないかとの見方をする向きもあるな。また韓国では2022年5月、強硬に反日政策を推し進めてきたアヤザイトラ政権から日本との協力体制構築を目指すタダ・スズエツ政権への交代があり、それまでの国を挙げての反日から180度転換して親日に方針が変わったとされ、2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した。海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだとして韓国国内で形容することを固くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことについて、国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が見られているぜ。そのようなこともあり損傷した F-35 の修理がアメリカまで運ばずとも日本で実施する可能性があるとの見方が出始めていた中、アメリカ国防総省は世界で F-35 の導入機数が増え続けていることから、MRO&U 機能をさらに展開させて運用各国の部品入手性と稼働率を高めるとして、これまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも修理体制を整備することを明らかにし、2025年以降はインド太平洋地域では韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えがあることを示し、
韓国空軍が F-35 を自国で修理できる可能性が生じているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機、戦闘攻撃機、対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて先般企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。
日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを頑なに拒絶してきたわけだ。アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。キム議員はさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の戦犯企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言後しばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置ケノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・ウィンター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、
韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA-50 に次ぐ国産戦闘機として、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。今回はそんな韓国国産の戦闘機である KF-21 について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったんだけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% に当たる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたんだ。これに対してインドネシアは、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして解決したと見られているよ。KF-21 はイギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたが、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキードマーティン社製の F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているね。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下に剥き出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるぜ。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたらしい。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているよ。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートル最大積載量 7700kg 最大離陸重量 25,600kg とされ、ジェネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというんだ。KAI では KF-21 について、国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた、高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力超音速巡航能力に加えてある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているな。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、
長期の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは高性能な第 4.5 世代戦闘機として、イメージアップを図りたいとの思惑があるものと見られ、このような対処の上手さが、韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるらしい。KAI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させ対地対艦攻撃能力を有するブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかと見られているぜ。ただ、KAI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス計画や、日本、イギリス、イタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランス、ドイツ、スペイン3カ国が共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアーシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がってロッキードマーティン製の F-35 も上回る可能性が、インドネシアのメディアなどから示唆されているんだ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているみたい。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの短座型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているが、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制指揮する司令機としての運用も検討しているとされているな。これは共同戦闘システムコラボレーティブコンバットシステムという名称で、無人機 UAV を用いておとりとして敵の目を欺いたり、電子戦や ISR 情報監視偵察に活用したりするほか、攻撃なども実施させ、その統制と指揮を KF-21 複座型の航跡の乗員に実施させるというものだぜ。これらのことから、韓国側による KF-21 の輸出戦略は同機の装備についてコンポーネント化することで、同機に興味を持つ国の要求に応えられるようにするものであるとみられ、韓国のこの兵器輸出における柔軟性はこれまでにも同国の兵器輸出の際に見られたものってわけだ。実際に KF-21 に対しては UAE アラブ首長国連邦や、韓国からこれまでに多連装ロケット砲システム K2 戦車 K9 自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを輸入してきたポーランドが興味を示しているとの情報もあり、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や現地生産などへの柔軟性が評価されているものとみられているね。現代のジェット戦闘機は世代が変わるごとにその能力が格段に向上し、機体、アビオニクス、兵装など様々な分野において高度な技術が求められ開発製造コストが膨らんでいることから、アメリカやロシア、中国などの技術力と経済力を持つ国家でなければ単独開発が難しくなったと言われているよ。日本においても2035年に退役を迎える F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発においては当初単独で実施されることになっていたものの、戦闘機開発の最新技術の蓄積がないことと開発製造コストの増大が予想されることから、3カ国共同開発にせざるを得なかったと見られているな。また、アメリカにしても第6世代戦闘機の開発には費用対効果の点において躊躇しているとの見方があるほか、
中国も第6世代戦闘機は無人機を開発するのではないかとの噂があり、韓国の KF-21 のマーケティング戦略が注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。